どうもこんにちは、ナッチでございます。いや、おはようございますですね、時刻は6時17分でございます。寒い、冬だ。もう10月も終わりますからね。冬っちゃ冬ですよね。秋も終わりかけってことで、本日はスーパーノエルドラゴンがね、超絶メタドラ降臨、いわゆるデブメタと金カニチョキカニに出るみたいなんで、1時間でどれぐらい取れるかやってみたいと思います。で、まあこの動画では1回出会えるまでは喋りながらやるんですけど、最終的には1時間で何体取れるのかっていう検証をしてみたいと思います。ではメールにあることを信じて、なかったら ありましたなかったらあれでしたね、デブメタ購入でしたね。あ、高いんでね。こっちですね、こっち開けましょう。キング大量発生でチョキカニの方だよね、大丈夫だよね。はい、いきまーす。超キ、あ、両方あるんだ。超キングカーニバルね、いきまーす。コイン稼げないか。ゴルドラ落とさんもんな。多分ここに出ると思うんでね。一応溜まってないんだが、溜まってないんだが、フレンドが、ちょっと待って。一旦パズルをして、溜まりました。ちょっとあれですね、これ再起動が必要ですね。ビオランテのね、ガネーシャがね、ガバガバなんすよ。そこどうにかしないとな。まあ普通に経験値もね、稼げるんで、ありがたいっちゃありがたいですよね。僕の場合は、アルテミスのスキル上げもできるんで、割と美味しいダンジョンではあります。はい。まあ一周では出ませんね。1時間でそうだな、早々の砲撃ぐらい出るといいですね。砲撃ラッシュだと結構ファガン乱入してくるんで、溜まってないんだよな、なんでだ。スキル間じゃない、もしかして。スキル間じゃないなんてことは、あ、グリムジョーが溜まってんのか、こっちは。てか、グリムジョーで倒せるんだ。いろいろガバイ。ガバイばあちゃんなんで、違うフレンドさんっていうか、ベルドール入れましょうか。天狗染めじゃたまんないことがあるんだね。なるほど。よし、行きましょう。これならたまってますもんね。グダグダして申し訳ありません。まあ、特に話すこともないんだけどね。何話そうかな。まあ、上限突破の対象のキャラクターでも見ながら雑談しましょうかね。なんかね、降臨キャラクターは確か対象じゃないんですよね。精霊とかね、なんか昔のキャラクターが対象だったり、あとはライダー系も対象。うん。何なんだろうね。太鼓神ドンちゃんとかさ、意外とコラボ系も対象だったり、うどんもそうだったり、なんかこう、ブレスとして威力が上がりそうなやつ、マルチブースト持ってたりするとありがたいですよね、これ。特になんか、なあ。なんかないな。まあやっぱり僕的には、モンポリュー。その辺がね、ステのアップが大きいと思うんで、モンポリューだとか、その辺ですかね、やっぱり。で、これ、呂布とかがもしね、覚醒が実装されたとして、どうなるんだっていう。後から組はね、どうなるんでしょうかって思うんですけど。てか、呂布は何があったの？やっぱあれですかね、日野さんが忙しいんですかね。ビシュヌも来ませんし。まあ、アクベンスは来たんですけど、あの辺が全然来ないんで。まあ、そろそろ呂布はどうにかしんとまずいと思うよ。そうそうとかね。イラストが遅れてるのはわかるんだけど、ちょっと今転生したとこれっていうさ、呂布は覚醒だからまだね、わかりますけど、そうそうって転生してないよね。不安になってきた。一応ググっとこう。
あんまりあの火属性とか使わないんで、してないですよね。してませんでした。よかったですよかったよかった。よくはねえけど、間違ってはなかった。なんでね、その辺本当に早押してもらわんとまずいんじゃないですかって思ってます。うん、1時間で6体ぐらい落ちればいいんですけどね、10分に1回ぐらい出ていただければありがたいんですが、どうなんでしょうかね。あんだけ経験値を要求する上にそんなに会えないようだったら相当厳しいんですけど、今んとこ出る気配がありませんね。あ、でも一応あれなんだ、超究極呂布は対象なんだ。その呂布だけ対象ってのは何かな。出てこねえな。まあ普通に経験値稼いでると思えばね、いいんですけど。おーっと、チラッと押したら出てきました、ノエルドラゴン。待って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 、ちょっと待って、これひどくないか運営さん。ポチポチで周回してんのにさ、こっちなんかめちゃくちゃ硬いんですけど、これ殺されたりしませんよね。ちょっと待ってください、おかしくないですか。強敵は見えなかったんで殺されるとは思わないんですけど、これ相当うざくね。あ、なんかちょっとダメージあるし、これさ、マルチで周回して片方がなんか倒せるスキルをねつけておくってのがいいのかな。めちゃくちゃ困りますこれ、めちゃくちゃ困りますこれ。下手したらコンテだよ。コンテは絶対したくないけど、なんか倒せる手段がねあるわけでもないんだよね、このパーティー。気に食わねえんだよをはめるか。これひどくないか。ちょっとソロプレイヤーがね泣いちゃうぜ。朝からパズルの頭回ってないんすよ、許してくださいまあまあ一応耐久はできてますけど、そんな強くはないんでね。ただ遅くはなるよね、こんなん出てきたら。はい、闇になりました。こっから少しは楽になると信じて。ガネーシャが確かね、ウェイをね2つ持ってるんですよね。なんでこれがだいぶ、おー素晴らしい、落ち込ん通りやすくなるなるなる。オッケーオッケーオッケー。なーにやってんだこれふざけんじゃねえよ本当に。これノエルドラゴンが硬い意味あります。はい、しかも強くはないからね、火力はないのに硬いだけってのがまたいやらしいよねこれ。よし撃つぞ撃つぞ、オッケー、謎の達成感。いやーどうしましょうね、これ若干硬かったんで自称してグリムジョーとかをつけておくかな。はい、ということでまあ周回はそうですね、フレンドさんというか B 側が何かしらノエル対策を入れないとこれ相当辛そうです。ただなんか経験値がめちゃくちゃ増えます。はい、ガネガネで周回できることが望ましいっちゃ望ましいね、やっぱり。ってことでこっからはね、また1時間後に動画を撮るとして、ちょっと残りの45分間ぐらい周回してみたいと思いますので、一旦ここで動画はさようなら、また1時間後にお会いしましょう。
はい、ということで1時間周回してきました。ボスのクイーン系は売ってないんで数はわかるんですけど、チョキは少しね合成したりしました。ゴールドドラゴンが34体ですね。そしてこっちが27体なんで約60周でございます。そしてスーパーノエルドラゴン出た数がなんと2体です。少ない。なんで30周に1体ぐらいですね。まあもちろんこれは1時間しかやっておりませんので、あとはちょっとね最初の出現に苦戦したりだとか、ちょっとね合成してる時間もあってロスがあったんですが、まあ、今回運が悪かったのかもしれませんが2体しか出ませんでしたということですね。まあちょっと渋い気がするんで、もしかしたら、今日発表されるであろうイベントに 1.5 倍とかね、2倍だとか倍率がかかるかもしれません。なんかありそうだよね。ってことで、まあ、慎重に決めたいところですね。全然入手できないんで、しかもなんか出てきたらめんどくさいし。なんで、これからも積極的にゲリラは周回して、レベル限界突破ね、していこうと思っております。で、やる際はぜひね、マルチで。絶メタなら1枠余るんで、何かしら対策できるかもしれませんけど、とりあえず初期化には、どうしても B 側に頼るしかない。っていうか、まあ、せっかく周回するならやっぱね二端末もしくは他の方とやった方がねいいと思うんで、ぜひ参考になればいいなということで終わります。まあまたきっとね HP とか分かったらもっといい周回方法出ると思いますけど、とりあえずはこんな感じでございました。というところで今回終わりたいと思います。以上ナッチでございました。バイバイ。